いや、すごく刺激的な展覧会だと思いました。先ほどのシンポジウムで北山さんと話をしましたけれども、住宅問題っていうのは建築とはほとんど関係がないと思っている人が非常に多くいて、特に建築の専門家、建築の勉強をしている人とか建築を作っている人の中にも、住宅の問題を解決するっていうことは建築の問題ではなくて社会の問題だというふうに考える人は相当多く、特に日本の場合はいると思うんですね。で、そのどうやって建築を作っていくか、どうやって我々の主体的な建築を、建築家としての主体性を持って建築を作っていくか、そういう話題は今までたくさんあったんですけども、住宅は社会とどのような関係を持っていて、住宅と設計をする我々とはどのような関係になっているかということを考えている、そういう話題すら建築の中にはやっぱり登場しないっていうのが、ここ恐らく30年ぐらいの話題の状況だと思います。で、そういう時にそのビエンナーレのような建築 の、 その展覧会で、北山さんたちがその住宅問題をここで取り上げたっていうことは非常に画期的だと思いますね。その住宅こそ建築である、住宅こそ都市である、今日本ではそういう住宅の問題が非常に大きな問題になっていて、そこの住宅問題を解決しないと都市の問題を解決しないと思います。で、そういう意味ではそのこういうビエンナーレのベニスのヨーロッパで、この問題を一つのテーマにしたみたいな非常に重要だったと思うし、でここでもう一度その展覧会をやるということがね、やっぱり日本の我々が一番大問題を抱えているわけで、今ここを本当に我々の建築家たちはどういう形で提案をするかというのは本当にこう重要だと思います。特に被災した場所もあって考えられないことが起きているわけで、それは今までの住宅の作り方や都市の作り方が本当に間違ってたということが本当に多くの人たちが目にしたと思うんですね。そういう時にますます重要なテーマだというふうに思います。そういう意味でも非常に刺激的でした。